好、こんばんは、はるです。今回は激アツな SBC を来たので紹介をしていきたいなと思います。まあ本日もですね、激アツな SBC が来てます。えぐいです。まあチーム編成チャレンジを見ていくとですね、もういきなり言います。これまたグバルディオル。グバルディオルが来たと、ね、いうことで、まあ昨日のね動画の予想選手、チーム3ではどういう選手が来るのかなというふうな予想の中にも入っていて、自分は特に来てほしい、選手として話をしていたんですけど、もう翌日ですね、こういうような形で SBC で来たというふうなことはめちゃくちゃ嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しいですね。今回もこの選手を作るべきかどうかというふうな話をしていきたいと、思います。ですね、SBC のね、価格としてはですね、これもね、またびっくり。そこレット85、そして86で、まあ、合計15万ぐらいかな。で、多分作ることができます。まあ、この価格も含めて、ですね、ちょっと話をしていければな、というふうに思います。で、そう、ちょっとね、能力見ていきたいと、思うんですけれども、まあ、まずはですね、スキル逆足のアップグレード、ですね。まあ、特に逆足の方がもともと4だったんですけど、5に変更されてます。まあ、より4の方、4より5の方がいいということで、まあ、ここは非常にでかいかなと、いうふうに思いますね。で、まあ、ハイハイというのも素晴らしいですし、まあ、あとは左利きっていうのも、非常に素晴らしいかなというふうに思いますね。で、ペース、めちゃくちゃ速いです。この選手に関してはフューチャースターを使っていた、時ですね、全くスピードの遅さっていうのを感じなかったですね。まあ当時 TOTY が、相手選手に多くいたんですけれども、 TOTY にも匹敵する、力があると、いうふうに自分は思いました。でそっからまたねペースが上がったというふうなところが非常に素晴らしいかなと、いうふうに感じます。あとはまあシュートに関してはですね、もちろん打てるように、なってますし、まあ決めきれる力っていうのもついたと、思います。ケテ力88で、シュート力も90あって、レソもね94あるんで、もう本当に中盤の選手としては十分決めきる力っていうのはついたかなというふうに思います。もう本当センターバックのキャラクターではないですね。でパスも、うまいですね。さっき言った逆足5も、そうですし、もうこれが当たり前になってきとるみたいなね、レベルになってると思います。パスミスしないっていうのがまあ当たり前になってきてる状況の中で、まあグバルディオリもですね、ショートパス99、ロングパスもね、非常に高くて、視野も93あるということで、まあ当たり前に、今の現環境での当たり前のパス能力を備えているというふうな選手です。で、ドリブルに関しては少しアジリティは低いですけど、もともとセンターバックとして、グバルディオリを使ってた時はですね、全くこの重さを感じなかったんで、そっからね、また、まあ、よりそこも強化をされてる。センターバックの時のドリブルの数値よりかは、フューチャースターからだと10以上上がってる、10ぐらい上がってるんで、まあ、何も不自由なく、持つことはできる、選手にはなります。ほんとセンターバックとして運びやすいなとか、取った後のもたつきのなさ、っていうのが、もう自分は非常に嬉しかったんで、全く問題ない、ドリブルかなというふうに思います。で、守備に関してもですね、まあ、フューチャースターの時、もですね、まあ先ほどペースの時にも話はしたんですけど、 TOTY にも匹敵する力を持ってるっていう風な話をしました。それは守備面でも同様です。 TOTY が、来たとしてもグバの方がガツンと取って、奪い切ると、いうことができたので、この人に関しては本当に今作守備面だったりとか、まあペースも含めですけど、本当に完璧なセンターバックなんですよね。だからまあ守備面だったりフィジカルに関しての心配っていうのは自分は全く何もしないです。この選手に関しては。本当にしっかり勝手にも取ってくれるし、まあそれこそ本当に対人の力、でも負けないし、裏抜けも完璧という、本当守備能力が高い、選手ですし、守備範囲も広い、そんな選手になります。自分はですね、もうフューチャースターで留まってしまっていましたけど、この選手が TOTS だったりとかにも選ばれた際はですね、今でも本当に最強クラス。この人のためにケミを合わせようっていう人がいるぐらいですね、本当に最強のセンターバックかなというふうにも思うので、本当に総合的に全てを備えてる、こんな選手はいないなというふうに感じたんで、で、そっからよりこの選手は CDM、ボランチに変わってるっていうふうなところが、やっぱりでかい
うん、ドリブルも上がったりとかシュートも上がってるってところは非常にでかいかなというふうに思います。あとはいいポイントはですね、昨日来たカンテと同様にですね、CM ができるということですね。 CDM だけで登録のポジションだけで終わらない、代替ポジションとして CM を持っているというふうなことが非常に素晴らしいというふうに思います。で、価格面ですね、15万っていうのはめちゃくちゃ安いです。うん、めちゃくちゃ安いし、こんなボランチがカンテの翌日に来るとカンテいらないんじゃないっていうふうに思う方もめっちゃいると思います。うん、なんでそれぐらいやっぱり安いですし、まあその能力だったりとか、まあ強さっていうのもある選手にはなりますね。で、この選手どちらかというとセンターバック起用が一番いいと思います。正直本当にどこでもできる選手にはなるので、ボランチでも十分だとは思うんですけれども、やっぱり個人的にはセンターバックで、まあ目標できたグエンドゥージと交代をする、みたいな使い方が一番いいのかなというふうには思います。で、やっぱりこの選手のまあ良くないところっていうかはやっぱりケミだと思います。うん、スカッとにさせる人っていうのが、まあ昨日来たカンテよりかは少ないと思います。カンテの方が多分差しやすいというふうに思うんで、そこのケミ問題が解消できる方なら、これは確実に作るべきだと思います。うん、これは絶対作った方がいい。この選手が15万っていうのは正直やばいと思いますね。うん、それこそエンクンクだったりとかを持ってる方だったら、まあまだ監督とかとも合わせていくと、まあこの選手はケミさんで使えると思うので、まあそういう方ができるの、できるんだったら自分はいいと思います。本当にあのケミだけです。ケミだけ。正直作って損というのは全くしないと思いますし、一番最後までこの選手は使い切ることができるかなというふうに思います。で、またですね、この選手が、まあ来たことによって、まあ先ほど言った、まあグエンドゥジもそうですけど、いろんな選手が出てきた時に、まあ後ろ、ボランチから後ろっていうのはこの選手どこでもできるんで、センターバック、サイドバック、まあボランチでもいいですし、本当にいろんなこと、いろんなところができるというふうな、まあユーティリティ性も、あるので、まあ正直めちゃくちゃ強いかな。これまで来たやはりシェイプシフターズが始まって、いろんな中盤の選手出てきました。ウパメカノだったりとか、ザンブロタだったりとか、まあ昨日来たエンドバイラのカンテもそうです。そんな選手たちが、まあボランチとして勝負するっていうふうになると、まあちょっとまたね、違うかもしれないんですけど、このレベルの選手が15万でってな感じになると、本当これまでの選手何だったんだろうっていう風に多分思うぐらいこの選手はめちゃくちゃ強いんで、これはちょっと作った方がいいんじゃないかな。まあ作るべきですね。うん、確実にこれは作るべき、カードにはなるかなという風に感じますね。まあ少しでもね、作るかどうか迷ってる方は参考にしていただければ嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。